こんにちは。覚醒の伝道師有馬薫です。このチャンネルでは覚醒して幸せになる方法をどこよりも詳しくお伝えしています。今回の動画ではズバリ覚醒したらこんな状態になりますよということをお伝えします。で、実際覚醒したらどんな状態になるの、今までと何が違うの、それによって何がどう変化していくのっていうこの疑問はね、すごく持ってらっしゃる方多いと思うんですけども、で実際覚醒してみて、これは一概にこうなりますよこうなりますよこうなりますよって特定はされてないんですけど、もちろん個人差があるからです。でもこういうことも起こります、こういうことも起こりえますっていうのを、私が実際自分で体験したこと、そして、私の周りで起こったこととかをお伝えしていきたいと思います。全ての人が、全部に当てはまるわけではないですけれども、この中のどれかとか、複数とか当てはまることがあるんじゃないかと思います。そして最後に覚醒した人が共通してなる現象っていうのもお伝えしますので、ぜひ最後までご覧になってください。まずは私の例でいきますけども、私は3回覚醒をしています。で、3回覚醒して、どれにも共通しているものもありますし、1回目の覚醒、2回目の覚醒、3回目の覚醒で全く違う現象が起こっていることもあります。まず1回目に覚醒した時に、その直後、1番目の覚醒がね、一番変化は大きかったです。目に見える変化としては本当に一番たくさんの出来事が起こりました。まずは1つ目ですね。1つ目は心がものすごく軽くなりました。もうそれまではエネルギーが下にずーんと下がっていたものが、このハートのところまで上がってきて、ですごくね、体全体も軽いですし、気分も軽いんですよ。全体的に軽やかになりました。そして感情の起伏っていうのが、前はねこうだったんですね。覚醒前はもう落ち込んだりちょっと戻ったりとか、これがあったんです。ちょっとしたことで落ち込んだりとか、でそれがずっと続いたりとか、でもそれが少なくなって、落ち込んでもこの辺までとか、そんなに感情の起伏とか気分の差っていうのが以前に比べたら少なくなりました。もう体全体がねふわっと本当にね地に足がついてない感じですかね。あんな感じでしたね。あとは体中が、もう体中っていうかこの胸のあたりがすごく温かいんですね。ほわーんとした感覚、なんか愛をとても感じるようになりましたね。自分から出てくる愛と、それから人から同じ対応をされてても前と全然違って、なんか愛されてる感じとか、もうすごい優しくされてるような感覚になりました。で、他にはそれまで見えなかったものが見えるようになりました。それはもう霊的なものですね。1回目の覚醒でチャクラがもうほぼ全部開いたんですよ。だからハートチャクラが開いて愛をたくさん感じるようになった。で、この第三の目って言われているサードアイが開いたので、霊的なものが見えるようになりました。例えば UFO だったりとか、前世だったりオーラだったりチャクラだったり、あとはその人の波動だったり、動物の言ってることが分かったりとか、赤ちゃんが言ってることが分かったりとか、亡くなった人とのコンタクトが取れるようになるとか、もう本当にそれは霊的な、ここの部分ですよね。ここが開いたからこそ見えるようになったものもあります。ただこれが私が1回目でね経験したことなんですけれども、覚醒したらみんながそうなるのかっていうと、多分この中の例えばこれとこれなのかもしれないし、人によってここは本当にちょっと差があると思います。で、これが1回目なんですよ。で、2回目の覚醒の時は何だったかっていうと、で2回目は人のね気を
すごい感じるようになりました。1回目の時ももちろん気はすごく感じるようになったんですけど、2回目の時はさらにですね、その人を見てその人のなんかエネルギー体とかが分かるようになったんですね。それはもう目に見えるとかじゃなくて、もう全身で感じるっていう感じで分かるようになりました。さらに世の中の真実とかそういうものもそれまでは分からなかったことが分かるようになったり、霊的に成長したっていう感じですかね。そういうのがやっぱ出てきました。そういうのが、まあ、2回目ですね。で2回目の時は覚醒前に実は神様が見えるようになってたので、覚醒してからは神様とのそのつながりが深くなったっていうところでしょうかね。それまでよりさらに。そしてその自分の中からその利己的な感情っていうのが以前に比べたら減っていきました。損得の計算が少なくなりました。それはもう自然にですね、覚醒後は。そして3回目の覚醒では人との絆っていうのを結びやすくなりました。人とつながりやすくなりましたね、さらに。そして、ワンネスっていうのが、何なのかを体で心で、魂で感じることができるようになりました。それからさらにお金のエネルギーっていうのを受け取れるようになりました。でこのあたりですかね、覚醒して私に起こった変化っていうのは。それからね、2回目の時は、一番大きかったのがね、プライドを少なくできた。ほぼプライドっていうのをね、捨てることができた。だから手放しが進んだっていうことですね、いろんなものの。まあこれが、まあ、私が実際体験したことなんですけども、で他の人の場合だと、ここにですね光があるのが見えたり、ここに大きな穴が開いて自分の中と自分の外とが行き来できるようになったとか、鏡を見るといろんなところのが光ってる。多分これはねオーラだったりチャクラだったりっていうのだと思うんですけど、それが鏡を見て、肉眼で見えるようになった。それから、パラレルワールドへの扉っていうのが出てきた。もちろん入らなかったそうですけどね、入らなかったけども、そのつながりっていうのができた。それから寝てる時にいろんな、体の中で、爆音を感じるとか、何かが自分の中に入ってくるのを感じるとか、実際声が聞こえるな、誰かの声が聞こえる。それはもう耳で聞こえるらしいんですよね。それは上からの声かもしれないし、どこか違うとこかもしれませんけど、とにかくその見えない、聞こえないはずの声が聞こえるようになったっていうのもありました。人の霊、まあ、いわゆる幽霊とかの霊が見えるようになった人もいます。私もう一個ですね、1回目の時に、人の感情、生き量ですよ、いわゆる生き量が入ってきやすくなったとかね、まあ、あと上とつながって、天使妖精たちとコンタクトが取れるようになったとか、そういうのもいろいろも含むと、ね、結構たくさんあります。私の場合は半分ぐらいは今まで目に見えなかったものが見えるようになったっていうのが結構多かったですけど、まあ、人によっては目で見えるよりもいろんなものが聞こえるようになったとかいう人もいるし、肌表面で感じるようになったっていう人もいれば、なんか感覚が研ぎ澄まされていろんなものが直感がすごく来るようになってひらめきが多くなったっていう人もいますね。なんか覚醒をするともう個人差はあるけど、いろんなことをやっぱり変化は起こります。もう変化です。だからすぐ分かると思うんですよね、覚醒をした後っていうのは。あ、自分は覚醒したんじゃないか、だっていろんなことが今までと違うことが感じたり見えたり
起こったりするっていうのがあるので、それはもう自分でわかると思うんですね。何も変化がないよっていう人はないんですよ。なんか覚醒したらこれ覚醒だなって、今私が言った中に もしかしたらないのもあるかもしれないですけど、でも大体こんな感じで、こういうことが覚醒をすると起こってきます。でじゃあ覚醒をすると何がいいかっていうと、直感を感じやすくなるっていうのはやっぱり一番のこの覚醒の恩恵だと思うんですよ。今までは頭で考えて判断していたことが、この直感が研ぎ澄まされるんですよ。でこれはね、まあ、ほぼみんなに共通することなんですけど、あっていうふうに直感が来やすくなるんですよね。で今までは頭で考えて判断していたことが直感で来るので分かりやすいんですね。どうしても思考で判断しようとすると迷うじゃないですか。でも直感ってその通りに動けばまず間違いないですし、それを感じやすくなる、ここが強くなっていくんですね。でもう一つ、もうみんなに覚醒したら共通することがあるんですよ。でそれは何かというと、感謝、もう感謝の気持ちがものすごく溢れてくるんです。今まではどんなに感謝がいいから感謝しようと思ってもできなかった、その感謝っていう気持ちが溢れるようにも止めようとしてもどんどん溢れてきて、で感極まってもうずっと泣いてる状態が続くんですね。これが全員に共通することなんですね。もう必ずこれは起こりますよっていう典型的な覚醒の症状ですね。これが起こったらもう他のことが何もなくてももう覚醒はしてるんですよ。もう覚醒の合図です。もうそれが、これが起こると何がいいかというと、もうものすごい浄化が起こるんですね。今まで、生きづらかった人も感謝の気持ちが出るとやっぱね、こう優しい気持ちになるし、愛を感じやすくなりますし、でそうするとね、人にも親切にしたくなるし、自分のその保守的な守らなきゃいけないとか人が信じられないとかそういうのがだんだん外れていくんですよ。そしたら人からも反対に親切にしてもらえるようになりますし、愛されるようになりますし、自分の思ってることが言えるようになるし、もっと人とたくさん関わることによって、で一人の時では感じられなかった本当幸せな気持ちを感じることができるようになります。で世の中のために何かしたいなとか、自分にできることをやって人に喜ばれ、また感謝されてって、そういうプラスのスパイラルが出来上がっていくんですね。だからやっぱ覚醒をすると人は幸せになる、こういう経験ができて自分の意識が変わっていくから。さっきたくさん言いましたけど、で中で、自分に起こってるプラスですよ、プラス今言ったこの直感が感じやすくなったとか、もう感謝でもう涙出るぐらいね、感謝を感じるとかっていうのがあったら、それが覚醒です。覚醒したら起こることですね。もしかしたら過去にね、あそういう時あったなっていう人もいると思います。ただこれがずっと続いてるかっていうとそうじゃないかもしれないです。だってその感謝して泣くっていうのは、私も1回目は2ヶ月ぐらいでしたし、2回目なんて本当2週間3週間です。で3回目の時はもっと少なかったんで、それがずっと続いてないと覚醒したってことにならないんじゃなくって、まあ、これその期間も個人差なんですよね。1週間ぐらいの人、3日ぐらいの人います。短いからそのあんまり覚醒してないとか、長いからいいとかいう問題でもないんですけど、やっぱそれはね、必ず覚醒した人はどんなに期間が短くても体験してることです。起こっていることですね。なので過去にそういうことがあったら、その時に覚醒しました。でこれは覚醒っていうのは1回で終わるわけではなくて、2回でも3回でも何回でも起こり得ることなので、自分の今までとこう照らし合わせてね、考えてみてください。まだね、今までそういう経験一回もないよっていう人は、今から起こっていく可能性はものすごくあります。
特に今、そういうエネルギーっていうのは春分過ぎてから来てますのでね、誰もがそういう経験しやすい、覚醒しやすい波動になってるはずです。一人でも多くの方が覚醒をして、で幸せになって、この地球が良くなっていくことを願っています。はい、最後まで見ていただいてありがとうございました。ではまた次回の動画をお楽しみにしてください。それではまた。